アレスティングワイヤー。アレスティングワイヤーとは、飛行機を短い滑走距離だけで着陸、停止させるための工作上の支援設備である。アレスティングケーブル、アレスターケーブル、アレスターワイヤーなどとも呼ばれる。現代のアレスティングワイヤーでは、滑走路上もしくは、飛行甲板上に飛行機の進行方向と直角方向、横向きに貼られたアレスティングワイヤーを飛行機に装着した。 アレスティングフックで引っ掛けることで飛行機を急激に減速し短距離で停止させる。主に航空母艦の着艦制度装置として使用され、アングルドデッキを持った現代の航空母艦においては飛行甲板後部の着艦用甲板部分に3から4本を設置するアングルドデッキ実用化前の直線型飛行甲板だった時代は10本から18本が設置されてた。 短距離着陸用や緊急着陸用、着艦練習用に陸上基地でも設置されることがある。フライバイワイヤーの用語から伺い知れるように現代の航空業界でワイヤーというとまずは電線を指す言葉で機械的リンケージはケーブルの方が正確であるが、本装置はその歴史上ワイヤーと呼ばれ続けている。本校ではアレスティングワイヤーを着艦制動装置として扱っているが、 英語では、レスティングギア、エレスターギア、または、エクラフトリカブリーエキップメントと呼ばれている。アレスティングギアは着艦する、航空機のアレスティングフックが引っ掛けるアレスティングワイヤーのほか、アレスティングワイヤーが接続される、パーチェスケーブル、パーチェスケーブルが引き出される際に着艦する機体のエネルギーを吸収する、アレスターエンジンなどからなり、 アレスティングワイヤーはそれを構成する一消耗部品のことでしかない。航空母艦のアレスティングワイヤーは、艦上機のアレスティングフックとタイになった装備であり、アレスティングワイヤーの歴史はそのまま、アレスティングフックの歴史でもある。現代のアレスティングワイヤーの原型である横作式、アレスティングワイヤーは、1911年1月18日にアメリカで行われた走行巡洋艦。 ペンシルベニアへの世界最初の着艦実験において、すでに備えされていた。ワイヤーは、飛行機の進行方向と直角の横向きに10本ほど、貼られていた。試験に用いられた、カーチス服用機にも現代のものの原型の横作用、アレスティングフックが装備されていた。この際は適当なワイヤー制動装置がなかったため、ワイヤーは両端を砂袋に結び付けられて、 フックが引っかかったワイヤーが砂袋を引きずる重量の抵抗で静止させた。着艦実験は成功し、この成果がアメリカのその後の空母建造、そしてフランスが1927年に建造した空母、ベアルンにつながる。航空母艦の飛行艦ン上に世界で最初にアレスティングワイヤーを装備したのは第一次世界大戦中のイギリス海軍で空母。 アーガスなどに装備された。イギリスはペンシルベニアの成功を知っていたものの、ワイヤー制動装置の実用化に回帰的であったため、横作式は採用せず、着艦機の進行方向に対して、平行に空母の飛行艦ン上で艦尾から艦首に100本程度配置されたワイヤーのうちのいくつかに、主脚のタイヤ間に設けられた5本から10本の串状のフックを引っ掛け、フックとの連続的な摩擦で、 制動距離を縮める方式で実用化した。いわゆる、縦作式のアレスティングワイヤーである。大日本帝国海軍もイギリスに習い、空母、包装などにこの縦作式アレスティングワイヤーを設置していた。進行方向に平行なこの方式は、制動能力に著しく劣って、原則に寄与する割合が低い上、機体が横滑りして甲板から転落する事故も相次いだため、 イギリス海軍では使用が停止されるほどになった。一方フランス海軍では空母ベアルンにおいてペンシルベニアが成功したのと同じ方式である横作式をテストしワイヤーの制動装置の実用化を図った。制動装置の開発に成功しテストにおいてもこの横張り方式が制動能力に優れ確実に機体を制止させることができ事故も少なかったことから 以後の標準となる日本海軍は1930年にフランスからフュー式ワイヤー制動装置を輸入して空母、カガニ、横作式、アレスティングワイヤーを設置、テストを行うとともに制動装置の研究と国産化に取り組み、海軍とカヤバ史郎によって1931年には国産のカヤバ式制動装置の実用化に成功、空母、赤木の甲板に、 横作式、アレスティングワイヤーと共に装備した。以後も研究を続け、日本の空母はすべて横作式、アレスティングワイヤー装備となる。これに伴い艦上機側のアレスティングフックも横作式用のものに交換されている。アメリカ海軍においては、ワイヤー制動装置の実用化に苦労したものの、当初より一貫して横作式アレスティングワイヤーが使用された。 そしてイギリス海軍もベアルンの成功を受けてワイヤー制動装置の開発に取り組み、まず1929年からフューリアスに横作式を装備して実験を開始、結果が良好であったため空母を建造していた諸国の中では最後となる1931年以降順次イギリス空母も横作式アレスティングワイヤーを装備していった。こうして 第二次世界大戦が始まった頃には、世界のすべての空母が横作式アレスティングワイヤーを装備していた。そして今日の空母に装備されているアレスティングワイヤーもこの横作式である。なお、空母の飛行甲板形状が旧来の直線上であるか、1952年以降装備されるようになったアングルドデッキであるかによって甲板に設置される。 アレスティングワイヤーの本数も変わってく。飛行甲板が直線形状であった時代は着艦してきた機体の進行方向前方には別の機体が中期中であることが多く、アレスティングワイヤーを引っ掛けることに失敗した場合も加速して再度発を行うことは困難であった。このため、甲板中央部に機頭式のネット上バリアー、滑走静止装置が設置され着艦に失敗した機体を バリアーで受け止めるようにしていたと同時に、アレスティングワイヤーも10本から18本と多数が用意されていた。アングルドデッキの採用により、仮にアレスティングワイヤーを引っ掛け損ねたとしてもそのまま、直進加速して安全に再発して、着艦をやり直すことが可能になったため、現代の空母には3から4本のアレスティングワイヤーしか設置されていない。横作式。 アレスティングワイヤーにおいては、ワイヤーの高さはおよそ十センチメートルが最適とされている。この高さより低いとアレスティングフックがワイヤーを引っ掛けられなくなる。また、高いと飛行機のタイヤがワイヤーを乗り越えられず引っ掛けて、つんのめってしまう。ワイヤーの補足に失敗した場合に再利換できるよう、関西機は着艦と同時に、エンジン出力を最大に上げため、ワイヤーは消耗が激しく、 使用限度は100回程度である。アレスティングワイヤーが4本の場合、パイロットは3本目を引っ掛けることを目指して着艦する。また、単にワイヤーを横に張っただけでは、高速で衝突したアレスティングフックは破損してまい、飛行機は減速できない。アレスティングフックや機体を痛めないようフックで、引っ張られたワイヤーを繰り出しつつ、適切な制動力をかける装置が必要とされる。ワイヤーは、 甲板下の油圧制動装置とつながっており、適切な力で航空機を止められる溶媒着艦時に油圧が調整される。また、アレスティングワイヤーの繰り出しと制動を制御する装置にも技術必要である。日本海軍においても横作式に挑むことに決めた当初に、フランスから輸入したフュー式制動装置を用いてこの繰り出し、制動装置の研究、国産化を行った。 現代の空母においては、様々な機体重量や着艦速度の艦載機が着艦してくるため、着艦機が持つ運動エネルギーも様々に異なる。それらを全て適切な距離で静止させるため、アレスティングワイヤーに持たせる制動力は一機一機ごとに適切な値を持たせなければならない。アレスティングワイヤーの制動装置は、広い範囲で可変の制動力を与えられるように、 設計されている。着艦を行う機はあらかじめ空母の管制官に機種名、残燃料、残武装などを申告し、空母クルーは機体重量と着艦速度を算出してあるべき制動力を決定し、制動装置に入力する手順を踏んでいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。